エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ニーズ社の井田です。山本です。はい、今日はですね、新しいゲスト、野本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野本さん、じゃあちょっと簡単に自己紹介していただけますでしょうか。平成25年に野村証券に入社した飯田さんと同期なんですけども、野村証券に丸4年営業してまして、今は保険の代理店で営業しております。野村証券、野村証券ですね。何回目ですかね4回目ぐらい。しかも同期ってことは顔見知りなんですか。いや、ではない。さっき初めて、多分そうっすよね。僕喋ったことないですよね。喋ったことないですね。でも僕は認識なぜかしてますね。あ、本当ですか。 ありがとうございます。同期で、でもトップセールスなんで、はい、野村証券 4,5 回目かもしれないけど、トップセールスの話が聞けるんですね。え、ソンセラさんの話も聞けるんですか。ソンセラさんも同期なんですよね。あ、まあソンセラはソンセラで別の回で撮ればいいんじゃないか野村の同期多すぎません25年生みんな出たがりなんですきっとじゃあちょっと、まあ、野村証券の話を聞いてみたいと思うんですけど、トップセールスということだったんでですね、当時のその数字どんなぐらいなんか上げて、なんかトップセールスと言われたのかっていうのをちょっと教えていただけますか。トップセールスって言われてたかわかんないですけど、大体まあ、はい、月で言うと収益1000万ぐらいですね。収益1000っていうのはどんくらいすごいんですか。そもそもなんか収益って何を指すのかっていうことと、はい、1000万ってなんかどんくらいすごいのかっていうのをちょっと教えていただけますか。当時3年目で1000万ぐらいやったんですけど、予算としては300万、徳山支店っていうところにいたんですけど、まあ、営業が何か30人ぐらいいて、課長とかも全部その営業している人の中で、まあ、支店常に1番か2番目にいるぐらいの数字感でした。収益って何なんですか。収益っていうのは手数料、株の売買手数料とか、うん、投資信託を買ってもらったりとか債券買ってもらったりした時の手数料のことです。野本さん一人でその1000万円あらりを上げてたってことですね。そうですね。大体野村証券の手数料って何パーぐらいでしたっけ。株の売買でいうと金額によってちょっと変わってくるんですけど、一番大きいので、まあ、0.4% とかですかね、片道、うん、なんで1億売買すると売り買いで80万ぐらい収益になるんです。野本さんはその1000万っていう収益は何で上げてたんですか。僕はもっぱら株を売買してました。株以外には何かあるんですか。株以外はまあ投資信託とか債券とか保険もあります。それはもうあの営業マンが自分で選べるんですか。僕は株みたいな、僕は投資信託みたいな感じで。まあ選べます。これをやれって言われることもありますけど、基本的には自分がやりたいものでやることはできる。皆さんは何やってたんですか。僕は株とか投信とか、まあ普通にオーソドックスなもの。ああ、はいはい、はい、株が人気とかあるんかなと思って。ああ、いや、あの、まあ当時はなんか僕が喋るちゃおかしいこれ喋るおかしいおかしい。当時営業マンがよく取り組んでたそういう金融商品とかってあります。当時でもそうですね、あのファンドラップが一番推奨されてた時期です。ファンドラップって何かちょっと教えていただけますか。ファンドラップは投資一人口座って言って、完全にその証券会社に運用を任せるような口座です。それって何ですか。お客さんにとってはいい商品なんですか。あんまり僕は好きじゃなかったですね。ちょっとまあいいか悪いかは あまり言及はしないようにしますけど、僕はあんまり好きじゃない。お客さんからしたらその投資をまるっとお任せできるっていう多分ことだと思うんでいいかなと思うんですけど、はい、野本さんはなんで好きじゃなかったんですか。運用パフォーマンスとコストのバランスですね。コストの割に運用パフォーマンスが良くないんじゃないかなって当時は思ってました。今どうかわかんないですけど、うんうん、いろんな金融会社がファンドラップをおすすめしてるんですよね、多分今も。その当時もそれはどうですか。営業マン目線からしたらなんかあんまり買うのをおすすめしないですか。営業マン目線だったら長い目で考えたらいいと思います。野本さん目線で言うとどうですか。僕目線というよりかは多分お客さん目線になった時にどうなのかなって思っちゃう。それはなんでなんですか。あ、それさっき言った通りです。ああ、それが、はい、パフォーマンス、はい。金融商品が流行るとか流行らないとかって何なんですか。証券会社がそこにベットするかどうかみたいな感じですかね。じゃあ流行るっていうよりかはこれを売ってこいみたいな流れを上が作ってるみたいな感じなんですかね。そうですね、うん、もう例えば新発の投信が出た時にこれをいくらやれみたいなとか、外債いくらやれみたいなのがあるんで、それを買う人が多くなるだけで、ただ流行ってるとかではないんじゃないかな。そもそもなんか証券会社自体が投信とか株式の売買をあまりにして手数料を荒稼ぎしてた時代があって、それを金融庁がもうそんなことやりすぎるとやっぱお客さんにとってもやっぱりデメリットも多いんで、回転売買するのは禁止っていうことが発足されたんですよ、はいはい、でそれで野村証券とか含め金融会社はどうしようかなって時に、毎月毎月ポン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 手数料が入ってくるような商品を売ればお客さんもハッピーだし、金融会社としてもハッピーだしっていうことで、ファンドラップをどんどん売れ売れっていうような時代が僕らでしたよね。そうですね。
なるほど、そうです、分かりやすい。そういうなんか経緯がなんかありましたと。でその中でなんか1000万その月に収益を上げてたっていうのはめちゃくちゃすごいことなんですよ。へえ。皆さんはどのくらいなんですか？僕はなんか2年目とかだったんで、はい、月100万もなんか上げてなかったみたいな感じです。はいはいはい、100万だとちょっと肩身狭いくらいなんですか？いやなんか1、2年目とかはあれでしたよね。当時なんか目標どんな感じでした？孫君も言ってた通りで、1年目とかはもう開拓、口座開設件数と資金導入、どれだけ預かり資産を増やせるかっていうところですね。まあ、2年目収益の予算で言うと多分100万とかだったと思います。まあまあじゃあ普通ということで。今もそうだと思うんですけど、多くの証券会社は、まあ、結構その 1,2 年目若手の時期はそういう収益って求められなくて、ひたすらお客さんのマーケット、お客さんをとにかく開拓しろっていう市場命題が多分与えられたと思うんですよ。そうでしたよね、野本さんの時も。そうですね、はい。っていうのがまあなんか証券会社でして、どうですか、一番なんか収益として上げられる商品って何だったんですか？まあ、僕の場合はもう株の売買で、いや信用取引をやってました。あ、まあでも米株を当時取り組んでいて、まあ、今ちょっと多分違うと思うんですけど、店頭取引というのがあってですね、通常の取引とちょっと違って決まった金額で買い付けをする方法なんですけど、これをやると手数料が大体 3% ぐらい乗ってるような形になるので、それはすごい収益、まあ、お客さんにとっていいかどうかはさておき、収益としてはすごい高いです。意味わかった。さっきの 0.4% みたいなやつじゃなくて 3% 入るから営業マン目線美味しいよねっていう話ですかね？そうなんです、そうですね。お客さんはなんでその店頭取引をするんでしたっけ？確実に買うことができるからですね。要はアメリカの市場で売買しようと思うと、日本のその日中の時間とアメリカの市場が空いてる時間とかずれるので、アメリカの市場に売り買いの注文を出そうとするとリアルタイムで注文できないんですね。それを確実に買うことができる手段が店頭取引になるんですけど、確実に買える分手数料が高くなってるっていうようなニュアンスです。その店頭取引は野村証券、まあ、いわゆる大手証券しかできないことなんですか？どうなんですかね、それは。トップセールスやったら給料は他の同期に比べて良くなったりするんですか？大して多分変わんないと思いますね。給料自体は変わんないです。ボーナスですね、差があるとすれば。どんくらい変わりますか？あんま聞いてないんで分かんないんですけど、そんなに差があった印象はないですね。10万、20万とかそういった世界ぐらいですね。100万も変わりはしないですね。当時でも一番こう成績上げてた時代、年次の時に給料って年収いくらぐらいだったんですか？年収750万ぐらいです。それは野村証券4年目ですか？4年目ですね、はい。おー、普通くらいですか？まあトップセールスだったらそうだね、そんなですよね。そしたらそんな変わんないですよ。そうですね。なんか僕らの先輩の時はなんかもっともらってましたよね、トップセールスの人。はい、あ、もう時代で。だから今野村証券行ってトップセールスになってもそんな稼げないってことですよね。どうですかね、まあ多分4年目とかだからなんじゃないですかね。その後ってどうなっていくかちょっと改めて教えてもらえますか？その5年目以降とかはじゃあ結構成績が上がるとボーナスがかなりもらえるっていうことですかね？そうだと思ってます。まあ、7年目で普通にやってたら1000万いくじゃないですか。あ、でもやっぱすごいですね。30歳でまあ1000万は普通にやってたらいくと。で30歳でトップセールスだとどんくらいになりそうですか？1200、300とかじゃないんですかね。ちょっとこの辺は分からないんで、うん、めちゃめちゃすごいですね。はい、でもなんか僕の記憶でもそんなぐらいだったと思います。でもしんどいんですよね。しんどいです。でも昼よりも夜の方がしんどいです。どういうことですか？お酒が苦手だったんで。結構飲まされるんですか？飲まされますね。参加しないとかないんですか？参加しないって基本ないですね。週4週5ぐらい。え、そんな飲むんですか？そうでした。はい、仕事が終わってからのタイムスケジュールちょっと教えていただけますか？1年目とかもほんと5時10分でほぼ終わる感じだったんで、終わって家めっちゃ近いんですね、会社から、はい、帰ってちょっとゆっくりしてたら先輩から呼び出されて飲み行くぞと。日によっては日付が変わることも多々ある感じで、でも手紙は3通必ず返ってこないといけないっていう。なんすか手紙って？1年目の時って新規開拓なんで、はい、まあ、お客さんにとにかく会ってもらわないといけないので、面談以来の手紙というのを1日3通、これはノルマとして課せられてました。1通書くの時間かかるんですか？初めは時間かかりますね、慣れるまでは。慣れてしまえば1通20分ぐらいで書けるようになるかなって感じです。20分あ、はい、じゃあそれが毎日の宿題なんですね。そうですね。じゃあ早起きして手紙書いてニュース見てみたいな感じなんですね。だから寝るのはどうでした？2時ぐらいに寝て何時起きとかでした？あ、4時半とかですか？新聞配達の人やん。そうですね。いやでも本当に新聞配達と同時に起きてましたよね。そうですね。だそれを1年間ずっと続けてたみたいな感じですか？そうですね、うん、寝不足になりますね。
もうだから土日は死んでましたね。支店の雰囲気とかはどんな感じでしたか？支店の雰囲気は良かったですね。じゃあなんかすごく詰められるって感じの雰囲気でもなかったですか？全くないということはもちろんないですけど、そんな詰められる感じじゃないですね。暴力とかなかったんですか？暴力はないですね、一切。一番詰められてる人でどんな詰められ方をされてました？どっちかというと上の人で、もう支店長室に呼ばれて、支店長室ドア閉まってるのに怒号が飛んでるみたいな感じです。そういうのはよくあることですね。支店によってだいぶ違うんですね。だいぶ違うけど、怒号は基本どの支店もありますよね。2家庭しか経験してないのでわかんないですけど、聞く感じだとそうですね。そうですよね。最後にさっき株式の話があったと思うんですけど、外株以外にもなんか別の方法でかなり収益を上げられてたと聞いたんですけど、それって教えていただけますか？はい、日本株の信用取引、多分信用取引ってあんまりわからない人が多いんじゃないかなと思うんですけど、株って例えばじゃあ1億円預けてたら1億円までしか買えない、現物取引だとその金額分しか買えないんですけど、信用取引っていうのはレバレッジって言って、預けてる金額の3倍まで売ったり買ったりすることができるんですね。1億円の預かりがあれば3億まで買うことができるっていうのが信用取引ですね。まあ、あとは空売りって言って売りから入ることもできます。それって誰でもできるんですか？お客さんは、預かり資産が2000万以上あれば。だ結構その信用取引をやってなんかすごく大損されたお客さんとかも、まあ、中にはいると思うんですけど、なんかそういう経験ってありましたか？一人1億ぐらいマイナスになってしまった方いますね。1億お客さんのお金を1億なくしたんですか？まあ、そうなりますね。それは何ですか？なんでそんな風になっちゃったんですか？マイナスが出るとそれを取り返そうとチャレンジをして、ことごとく失敗するみたいな感じですかね。それは誰がチャレンジしてるんですか？お客さん。こちらから提案するケースもあるし、お客さんの方からこれ行こうっていうのもあります。じゃあ2人で二人三脚で失敗したみたいな感じなんですね。こう損してる時にその損を取り返しましょうということで、難品をするんですよ。難品をして安いところから買うじゃないですか。それが上がったら相殺されますよね、マイナスが。でも多分野茂さんのパターンだとどんどん下がってったんですよね、おそらく。難品するパターンと損切りできずにあーっていっちゃうパターン。損切りできずにあーってなっちゃうといつの間にか赤1億みたいになっちゃってるってことですね。そうなった時の気持ちってどんな感じなんですか？いやもう相当しんどいですよ。お客さんからどんな感じで言われてました？もうやめようって言われました。でもその時はもう涙出ました。出るやろな。お客さんが結構怒られたりとかしなかったんですか？取引し始めの時にうまくいかなくて怒られたことはあったんですけど、もうそこまでの関係になった時はもう怒られなかったですね。もうこれ自分の責任だからみたいな感じでした。そこはやっぱ信頼されている証拠ですね。それで結局その1億は赤出したまま損切りしたんですか？損切りはそうですね、してますね、はい。その後お客様はどうなったんですか？転勤になってしまって、もうちょっと分からないです、どうなったか。あ、なるほど。1億損出した日ってその日も飲み会行くんですか？どういうのやったかな。1日で損、1億損を出してるわけではないって。あ、なるほどなるほど。積み上げで1億なんですね。多分その日は行ってないと思いますね。さすがに、はい、さすがに行けないですよね。多分行ったらサイコパスですよね。そういうのがちょっと証券マンということで、なんか宣伝とかありますか最後？ TikTok とインスタを割と近いでやってるので、ね、こちらのフォローしていただけると嬉しいです。概要欄にじゃあ貼っときます。はい。じゃあ今日は野本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。